もうしばらくで開演の時間となります。お座席空いてないお客様はお座席をお決めになってお待ちください。はい、皆さんこんばんは。ギャラクシティマルチ体験ドームへようこそお越しくださいました。今日は能による朗読音楽劇銀河鉄道の夜、間もなく開演いたします。開演に先立ちまして少しだけお願い事を申し上げます。まず非常口のご案内を差し上げます。この建物、この部屋には6カ所の非常口がございます。非常の場合には内側から押せば扉が開くようになっているんですが、使うときにはスタッフが誘導いたしますので、その指示に従ってください。非常の場合はスタッフが誘導いたします。プログラムは前半40分、そして10分間の休憩、そして後半40分、およそ1時間半のプログラムです。途中の10分間の休憩時間にお手洗いに行くことができます。お手洗いに行かれる方は3階、皆さん入ってこられたのは2階の入り口だったんですけれども、3階の出口、今両側に青いシャツを着たスタッフがおりますけれども、この扉から外に出てお手洗いを利用することができます。それから皆さんがお座りになっている椅子なんですけれども、リクライニングシート、前の方のですね、赤や黄色やオレンジ色の背もたれの椅子はリクライニングすることができます。右手の肘掛けの下にレバーがございますので、それを手前に引きますとリクライニングいたします。ただ今回はステージを見るのがメインですので、リクライニングしないで、十分お楽しみいただけると思います。それから、今日も東京で4000数百人のコロナ陽性患者が出たという、ニュースを聞きました。ご面倒でございますけれども、皆さん開演中、これからもずっとですね、マスクの着用をお願いいたします。実はこの銀河鉄道の夜、もう計画を作り始めてから3年ぐらい経ったような気がいたします。コロナで緊急事態宣言が出て何度か延期になったりしたんですが、このタイミングで何とか開催こぎつけることができました。そのために演者さんたちが声を出す場面を極力少なくいたしました。口パクというわけではないんですけれども、録音した音、声ですね、楽器の音は生なんですけれども、声は録音という、そういうスタイル、ちょっと変わったスタイルなんですが、そういうスタイルでの実施となりました。さあ、演者さんたちお揃いになられたようです。早速銀河鉄道の夜、もう皆さんご存知と思います。始めていきたいと思います。
私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。交流伝統の一つの青い照明です。僕は頂の天気林の柱の下でドカドカする体を冷たい草に投げ出したんだ。ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。楽しいケンタウルス祭の晩なのに僕はボロボロの普段着のまま。今日銀貨が一枚さえあったらお母さんにコンデンスミルクを買って帰るんだけれど、僕はどんなにお金が欲しいだろう。青いリンゴだってもうできているんだ。カンパネルラなんか本当にいいな。今日だって銀貨を二枚も運動場で弾いたりしていた。ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。僕はどこへも遊びに行くとこがない。僕はみんなからまるで狐のように見えるんだ。一緒に遊ぶ暇だってないんだ。僕はもう空の遠くの遠くの方へたった一人で飛んで行ってしまいたい。おじびのおみんトランクフィリゴAmesso ciò vi pretas o vivi coni non ti tranquillo cocolo motivo Amesso solo ie そうだ、僕はどこに行くのだろう。ケンタウルス、露を降らせ。驚いたことは、今までぼんやりキノコの形をしていたその青白い光がにわかにはっきりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしていましたが、とうとう凛と動かないようになって、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。ガラクシーアスタチーども、ガラクシーアスタチーども、銀河ステーション、銀河ステーション。僕はもうすっかり天の野原に来た。けれども僕はずっと前からここで眠っていたのではなかったろうか。
は決してこんな野原を歩いてきたのではない。途中のことを考え出そうとしても何にもないんだから。心持ちを沈めそうない。沈めそうない。ふと気がついてみると、さっきからごと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 、僕が乗る小さな列車は走り続けていたのでした。あれは誰だったろう。どうも見たことのあるような気がする。あ、そうだ、カンパネッラだ。僕はカンパネッラと一緒に旅をしていたのだ。ザネリはね、ずいぶん走ったけれども乗り遅れたよ。銀河ステーションの時計はよほど進んでいるね。次の停車場で降りてザネリの来るの待ってようか。ザネリ、もう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。あー、しまった。僕水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕きっと見える。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ？そうだ。おや？あの河原は、月夜だろうか？月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。僕たち、どこまで行くんだったろう。どこまでも行くんだろう。この汽車、石炭を焚いていないね。石炭を焚いていない？電気だろう。ここの汽車は、スチームや電気で動いていない。ただ動くように決まっているから動いているのだ。あの声、僕何遍もどこかで聞いた。僕だって林の中や川で何遍も聞いた。小さな綺麗な汽車は空のすすきの中を天の川の水や三角点の落ち穂かすかな光の中をどこどこまでも進む。
林道の花が咲いている。もうすっかり秋だね。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。もうダメだ、あんなに後ろへ行ってしまったから。さんは僕を許してくださるだろうか。あ、そうだ、僕のおっかさんは遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだったと思いながらぼんやりして黙っていました。僕はおっかさんが本当に幸いになるなら、どんなことでもする。けれども、一体どんなことがおっかさんの一番の幸いなんだろう。君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。僕わからない。けれども、誰だって、本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。ソウルから少し星空のお話ししたいと思います。皆様がご覧になられている今正面の星空、夏の星空と言われている星たちです。この辺りですね。銀河鉄道がスタートしましたのはおそらくこの辺りなのかなと思います。そして銀河に沿って進みました。明るい星が一つあります。この星は白鳥座の電このデネブから、このデネブって尻尾の星なんですね。尻尾の星、お腹の星、首の星、くちばしの星、お腹から翼が両側に広がっている。とても分かりやすい形をしています。くちばしの星、この星、名前はアルビレオと言います。この後アルビレオ、観測所の名前として出てまいります。銀河鉄道の夜の中でここを通るときというわけではないんですけれども、実はすぐ脇に小狐座という星座があります。そしてその少し南側にはイルカ座という星座もあります。宮沢賢治さん、この星空を見て、それから天の川を見て、まあ、教科書では星の遠くの星が幾重にも重なっているところというふうに載ってはいるんですけれども、おそらく野や林や森やそんなようなものが見えたんだろうというふうに想像します。それでは白鳥の絵ちょっと見てみましょう。
プラネタリウムで解説するときは天の川の中を泳ぐ白鳥、南の方に飛んでいるというようなお話をいたします。それでは銀河鉄道さらに進んでいきます。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。おいらは鳥を取る男、ここへかけてもようございますか？ええ、いいんです。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？どこまでも行くんです。この汽車は実際どこまでも行きますからね。あなたはどこへ行くんです？わしはすぐそこでおります。鳥を捕まえる商売でね。何鳥ですか？鶴やガンです。サギや白鳥もいます。鶴はたくさんいますか？さっきから鳴いてます。聞かなかったのですか？今でも聞こえるじゃありませんか？耳を澄まして聞いてごらんなさい。サギどうして取るんですか？そいつは謎さない。サギというものは天の川の砂がこぼってぼーっとできるもんですからね。そうなんですか。そして四十川へ帰りますからね。河原で待っていて、サギがみんな足をこうして降りてくるところ、そいつが地面につくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んでしまいます。あとはもう分かりきってます。お芝居するんです。標本ですか？いや、みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。今取ってきたばかりです。少しお上がりなさい。本当にサギだね。こっちはすぐに食べられます。どうです、少しお上がりなさい。目をつぶってるね。サギはおいしいんですか？いえ、毎日注文があります。でもガンの方が売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありません。サギを食べるには天の川の水あかりにとかも吊るしておくか。それは手数ですね。砂に3、4日埋めれば水銀が蒸発して食べられるようになるよ。なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だけれども、僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だと思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。もう少しお上がりなさい。ええ、ありがとう。こいつは鳥じゃない、ただのお菓子でしょ。そうそう、ここで降りなきゃ。
どこへ行ったんだろう。あそこだ、あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。飛車が走っていかないうちに早く鳥が降りるといいな。鳥取は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったらもうそこに、鳥取の形はなくなっていました。ああ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらい、いいことはありませんな。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか。どうしてって、来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですか。ジョバンニはすぐ返事をしようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。ああ、遠くからですね。もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい、あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に、黒い大きな建物が四棟ばかり建って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな二つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んできて、まもなく二つの端は重なり合って、きれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい輪とができました。それがまただんだん横へ外れて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も切符を拝見いたします。さあ、カンパネルラはわけもないというふうで小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは四つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わない、やっちまえと思って渡しました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか。なんだかわかりません。よろしゅうございます。サウザンクロスへ着きますのは次の第三次頃になります。どれどれ、おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どころじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃ、なるほど、こんな不完全な幻想第四次の銀河鉄道なんかどこまででも行けるはずでさ。あなた方大したもんですね。なんだかわかりません。もうじき
わしの停車場だよ。ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥取が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白いきれでそれをくるくる包んだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥取のためにジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って百年続けて立って鳥を取ってやってもいい、というような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですか？と聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥取がいませんでした。あの人どこへ行ったろう、どこへ行ったろう、一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしてもう少しあの人にものを言わなかったろう。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変つらい。銀河鉄道はだいぶ進んできました。先ほどこの銀河に沿ってベネブ、そしてアルビレオ、今夏の星座がよく見えているんですが、それ少しお話しします。ここに見える明るい星、こと座のベガ、日本では七夕の織姫星、そして天の川を挟んだところ、ここに見える明るい星、西洋ではアルタイル、星座は和紙座、今和紙座出てきました。この星は日本では七夕の彦星、先ほどのデネブ、ベガ、アルタイル、大きな三角形を作ることができます。この三角形が夏の大三角、小学校4年生の時に皆さん勉強した、覚えてるかなと思います。この辺りの天の川、二手に分かれてるんですね。間黒い部分があります。ここは星がないところではなく暗黒星雲なんですね。暗くて向こう側が見えないところ、エワシの姿、もう一度見てみたいと思います。大きな羽を広げた姿、そして急降下しているような姿、このワシはギリシャの神話ではゼウスが化けた姿というふうに言われています。ワシ座を過ぎて銀河鉄道はさらに進みます。なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのこと考えたためだろうか。本当にリンゴの匂いだよ。それからノイバラの匂いもする。
ら？ここどこでしょう？あ、きれいだわ。お父さんや菊代姉さんはまだいろいろお仕事があるのですけれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていたでしょう。早く行っておっかさんにお目にかかりましょう。うん、だけど僕船に乗らなきゃよかったな。人々、このところにお住み揃い。明かりは
辺りを。半分はもうダメになっていた。波をとたてこの身の不責がない。
ととてももう腹音がちぎれるようだった。船内の学士たちが音楽を奏でてくれました。何が幸せかは分からないです。
なにつらいことも本当の一番の幸いに至るためにいろいろの苦しみもみんなおしめしです。はい、第1部の終了です。ここで10分間の休憩を取ります。お手洗いに行きたい方は3階階段上っていただいて今開いている扉からお手洗いに行くことが
夏の星座代表しますサソリ座、そして日本からはなかなか見えないケンタウルス座、そちらの方向へ進んでいきます。そして物語も進行します。それでは第2部お楽しみください。その透き通った綺麗な風はバラの匂いでいっぱいでした。
夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコ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 笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうか？言ったら目が覚めちゃった。あ、ここさっきの汽車の中だね。そのリンゴがここにあります。この方にいただいたのです。ありがとう。おや、カオル姉さんまだ寝てるね。カンパネルラは目を覚ました女の子と楽しそうに話をしていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。新世界交響楽だわ。こんな静かないいところで僕はどうしてもっと愉快になれないんだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話してあるんだもの。僕は本当につらい。赤い目玉のサソリ広げたわしの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高く歌い、梅雨と霜を落とす。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは、思わず、ほうと叫びました。天の川は汽車のすぐ横手を
今までよほど激しく流れてきたらしく、時々ちらちら光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。あれ何の旗だろうね。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ。橋を架けるとこじゃないんでしょうか。あ、あれ工兵の旗だね。架橋演習をしているんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。葉っぱだよ。葉っぱだよ。人生はどうでも世間は何でも葉っぱだよ。葉っぱだよ。お盆小石やかがり火小石や葉っぱだよ。空の公平大隊だ。どうだ、マスヤなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことがない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれぐらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもあるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。あれ、きっと双子のお星様のお宮だよ。双子のお星様のお宮ってなんだい？私、前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるから、きっとそうだわ。話してごらん。双子のお星様が何したっての？ご覧いただいている星空、冬の星空に変わっています。冬の星空、実は天の川が流れてるんですね。この辺りからずっと頭のてっぺんを通って北の空、後ろの方へ流れています。ただ夏の星空に比べると冬の天の川はとても薄くて頼りないものです。ほとんど見ることはできません。宮沢賢治さんの小説の中で双子のお宮いくつか登場してまいります。双子の星という名前です。それは双子座がモチーフになっているのではないかと言われているわけなんですが、双子座ここにあります。星座の絵を見てみますと、二人の男の子が仲良く並んでいる姿、こんなような姿をしております。青白い方の星、お兄さんのカストル、少し黄色っぽい星、弟のポルックスという名前、星の名前が双子の兄弟の名前になっています。双子のお宮では兄弟の名前はチュンセとポーセ、ポルックスのポの字が一緒なので、もしかしたらこの星座がモチーフなのかもしれません。ただ小説の中では双子のお宮は天の川の西に位置するとされています。ですが実際の双子座は天の川の東側にあるんですね。そういう意味では違うのかな、そういう説もあります。銀河鉄道はさらに先に進みます。あれは何の火だろう。あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう。サソリの火だな。あら、
サソリの火のことなら私知ってるわ。サソリの火ってなんだい？サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって私何遍もお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろ？ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。サソリはいい虫じゃないよ。僕博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾にこんな鍵があってそれで刺されると死ぬって先生が言ったよ。そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。するとある日イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があってその中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないです。サソリは溺れ始めたのよ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。ああ、私は今までいくつのものの命を取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時にはあんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そうすればイタチも一日生き延びたろうに。ああ、どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てずに、どうかこの次にはまことのみんなの幸いのために私の体をお使いくださいって言ったというの。そうしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて夜の闇を照らしているのを見たって、今でも燃えているってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日それだわ。サソリ座、赤い星が目印です。この星ですね、今この星空は少し先ほどと変わりまして、天の川がまあこう流れているのお分かりになると思うんですが、おそらく赤道直下ぐらいまで下った井戸のあたりから見える星空、それをご覧いただいております。そうしますとサソリ座はほぼ頭の上なんですね。日本では地平線近くに見えるんですが、この赤い星アンタレスという名前です。この星を中心にローマ字の S の字のような形、サソリの絵をちょっと見てみたいと思うんですが、こんなような形ですね。まあ日本にはいない虫です。ザリガニみたいな形っていう人もいます。そして尻尾のところに鍵があります。星もちょうどねこうグッと曲がって鍵がある、とてもよくできた星座だと思います。
そしてこのサソリを2人の人が狙っています。一つはいて座という星座なんですけれども、この辺りにあります。星座の絵を見てみたいと思います。このような形、こういう半人半馬族って、まあ、呼んだりします。上半身は人間、下半身は馬の形をした人たち、こういう人たち別名ケンタウルス族というふうに呼んでおります。そしてこの人はケンタウルス族の中で一番頭の良かったお医者さんだって言われてるんですが、今は弓をつがえてサソリを狙ってるという形をしています。銀河鉄道はケンタウルスの村に近づいてきます。ケンタウルの村というふうに言われておりますけれども、モチーフとしてはケンタウルですね。そしてもう一つケンタウルス座という星座があります。星座の絵を見てみるとやはり同じような形で、反対側からサソリを、こちらは槍を持って狙っているという形をしています。そしてこのケンタウルス座のちょうどお腹のところ、ここにありますのが南十字星、南十字座、サウザンクロスって呼んでますね。天の川銀河鉄道はずっとケンタウルスの、町通って南十字の方に向かって進んでいます。赤い星アンタレス、これがサソリの火というふうに、まあ、解釈することができます。さあでは銀河鉄道さらに進んでまいります。ケンタウル、梅雨を降らせ。あ、そうだ、今夜ケンタウル祭だね。ああ、ここはケンタウルの村だよ。ボール投げなら僕決して外さない。もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。僕もう少し汽車へ乗ってるんだよ。ここで降りなきゃいけないのです。やだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。僕たちと一緒に乗って行こう。僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。そんな神様、嘘の神様だい。あなたの神様、嘘の神様よ。そうじゃないよ。あなたの神様ってどんな神様ですか？僕本当はよく知りませんけれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。本当の神様はもちろんたった一人です。そんなんでなしにたった一人の本当の本当の神様です。だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。さあもう支度はいいんですか。じきサウザンクロスですから。南十字にやってまいりました。先ほど見ましたケンタウルス座、この辺りでした、まあ、お腹のところに南十字あるわけなんですが、私たち、まあ、天文ファンにとりまして、この辺りは実に憧れの星空たちなんですね。2つの一等星ケンタウルス座のアルファ、ベータ、そして南十字の4つの星、南十字の4つの星、まあクロスですね、サウザンクロス、この長い方の、まあ、この2つ結んで 4.5 倍伸ばしたあたり、このあたりが天の南極、まあ、私たちは北極星のあたりに天の北極を見るわけなんですが、
南半球の人たちは南十字を使って天の南極を探す、そのような星です。そしてサウザンクロスから始まって、ごめんなさい、ノーザンクロス、まあ、白鳥座のことをノーザンクロスと言いますが、そしてサウザンクロス、ここにたどり着いた銀河鉄道、この後どのような展開が見られるでしょうか。そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにガランとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスのベルは鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただたくさんのクルミの木が葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、黄金の円光を持った電気リスがかわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。その時、スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通っていくときは、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするようにポカッと消え、二人が過ぎてゆくときまたつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。序盤にはああと深く息をしました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いたって構わない。うん、僕だってそうだ。けれども
本当の幸いは一体何だろう。僕、わからない。僕たちしっかりやろうね。あ、あそこ、石炭袋だよ。空の穴だよ。僕もあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも、僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。はあ、あそこの野原は、なんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あ、あそこにいるの、僕のお母さんだよ。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり。どうしてもカンパネルラが言ったようには思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。え？オイラもカンパネラ。私もカンパネルラですよ。僕もカンパネルラだい。私もカンパネルラよ。そうだ、みんなはカンパネルラだ。みんな何遍もお前と一緒にリンゴを食べたり汽車に乗ったり乗っ
ている船が沈んだり、取りを取る男に会ったり、いじめられたり、いじめたりしたのだ。あらゆることを今までお前の身に繰り返し繰り返し起こり、そしてこれからも繰り返し繰り返し起こるのだ。だからやっぱり考えたように、お前はあらゆる人の一番の幸せを探し、早く皆で一緒にそこに行くがよい。ここでばかりお前は本当にカンパネルラと、いつまでも一緒にいれるのだ。はあ、僕はきっとそうします。僕はどうしてそれを求めたらいいでしょう。Virido cum in trang virigo viam esso ciotie pretas no virido cum in trang virigo viam esso ciotie pretas。その人は指を一本上げて、静かにそれを下ろしました。するといきなりジョバンニは自分というものが、自分の考えというものが、記者やその学者や天の川やみんな一緒にポカッと光って、シーンとなくなって、ポカッとともって、またなくなって、そしてその一つがポカッとともると、あらゆる広い世界がガランと開け、あらゆる歴史が備わり、すっと消えると思う。がらんとした。ただ、もうそれっきりになってしまうのを見ました。だんだんそれが早くなって間もなく、すっかり、元の通りになりました。おいい子。だからお前の実験は、この切れ切れの考えの始めから終わり、すべてに渡るようでなければならぬ。それが難しいことなんだ。けれどももちろん、その時だけのでもいいのだ。さあ。
図をしっかり持ちなさい。お前はもう夢の鉄道の中でなしに、本当の世界の火や激しい波の中を大股にまっすぐに歩いて行かなければいけない。天の川の中でたった一つの本当のその切符を決してなくしてはいけない。私の手帳に取ってある。さあ帰ってお休み。お前は夢の中で決心した通りまっすぐに進んでいくがいい。そしてこれから何でもいつでも私のところへ相談においでなさい。Oh.
これをもちまして銀河鉄道の夜終了です。